付き合ってるわけじゃねえ。何の話ですか。皆さん付き合ってるって思ってないから大丈夫ですよ、そんなのね。あ、林さんって拍手してくれてるわけじゃないですから。そうですか、いや、僕ね、ちょっとやりたいことあって、ね、相談したいんですよ、ダーリン。ダーリンって呼ぶな。本当にそうだと思われたらどうすんだ。ダーリンって呼ぶんじゃねえよ。これ呼んじゃダメなんだっけ。呼んじゃダメだよ。舞台上ではどこでもダメだよ。どこでもダメ。ダメだ、ダーリンなんて呼ぶんじゃねえよ。誤解されるだろう。じゃあパパ、それもダメだよ。どんな関係なのあの二人ってなるぞお前。いいじゃねえ、違う、もっといつも通り呼べばいいだろう。あ、176番、囚人だね。それで呼ばれて俺返事しねえかんな、この野郎。ダメなの。いつも通りすぐ伊藤川さんとか清とかって呼べばいいだろう。あ、それで呼んでるね。清に俺相談したいことあるのよ。何よ。俺今度ね、やってみたいことあって。はい、はい、俺あれやりたいんだよね、あの友達を騙して喜ばせるパーティー。言い方悪いな。サプライズパーティーのことね。あ、そう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 、サプライズパーティー。そう、サフランパーティー。サフランパーティー。あんたサフランパーティーってクソつまんねえな、お前そのパーティー。お前やってみたいのよ。やってみたいのよ。サプライズパーティーをやってみたいっていうことね。でもいいと思いますよ。サプライズパーティーってね、こう祝う方も祝われる方もこれどっちもワクワクして楽しいから。でしょ。うん、いいと思います。でもやっぱりこの友達にサプライズパーティーを開きたいってことは、その友達に何かいいことあったの。あ、そうなのよ。今度友達が仙台市長になって、氷買ったことない。氷買ったこと、いつ友達買ったんだよ。間違った、あの友達の誕生日会。どう間違えるんだよ。友達が誕生日って言うと友達が仙台市長になるって全然違えからな。あ、そう。そうじゃねえよ。友達が誕生日なんだ。そう。でさ、そのサプライズパーティーやりたいんだけど、ほら俺さ、すぐ顔に出るじゃん。あ、そうなの。嘘と吹き出物。吹き出物は吹き出物はお前油もんばっかり食べるからだろう。俺朝からさ、とんかつ行けっからさ。知らねえよ。何の話なんだこれ。知らねえ、お前が朝からとんかつ行けるかどうか。だからさ、今日相談したいのよ俺。サプライズパーティーを開きたいのね。うん。だからさ、教えてくれ、頼もうよ。いや、どういうことだよ。急におじゃる丸みたいになってるんだよ。頼もうよ。頼もうよじゃねえ、うるせえな。分かって、じゃあそれは教えてあげます。俺が分かる範囲でいい。あ、お願いします、お願いします。で、まずやっぱサプライズパーティー開くにあたって、一番重要なのが、サプライズする内容ですよ。あ、内容？内容。内容ね、俺も決めてんの。あ、そうなの？うん。もうどんな内容するの？俺がすごいでっかいケーキを持って登場して、うん、いいタイミングで爆発すんの。ドッキリだよ、それ。サプライズパーティーじゃねえ、ドッキリって言うの。ええじゃねえ、まだお前誕生日でケーキ運ばれてきて目の前でケーキ爆発するんだろ。ケーキじゃなくて、うん、俺が事件だよ。大事件だバカ。お前目の前でお前爆発するんだろ。お前怖いわ、お前そんな話が。準備で忙しくなるよ。どうやって準備すんの、お前爆弾でなんか食べんのか。ええじゃねえ、うるせえな。ダメだそんなサプライズパーティー。ダメだ。ダメに決まってんだろ。お前二度とお前その友達笑わなくなるぞ。そうじゃねえよ。違う、そんなサプライズパーティーでダメ。ダメなの。喜ばさなきゃいけないわけだ。そうだよ。じゃあまずね、そのお前とその友達の関係性だよ。あ、うん、どんぐらいの関係なの。すごい仲良くて、うん、東仙台小学校で出会ってから、うん、小中高ずっと一緒なのよ。あ、そうなの。うん、お、それは深いよ。学校も一緒、うん、部活も一緒、うん、これは深い。お母さんと一緒。お母さんと一緒。なんで急に NHK この番組で来たんだ。そんぐらいの仲なのよ。そんぐらいの仲ってお前、お母さんと一緒のせいでどんな仲か分かんなくなってきたよ。仲いいのね。なるほどね。あ、じゃあこういうのどうよ。あ、ごめんなさい。なんでだよ。聞いてからせめてごめんなさい、自分や。聞いてみる。聞いてみろよ。じゃあ、もうしてみよう。もうしてみようって何。心どころ出てくるそのおじゃる丸風の喋り何なんだよ。もうせじゃねえ、うつげの。だからね、うん、だからそのサプライズパーティーって言ったらちょっとまあベタなんだけども、うん、小学校時代の同級生みんな集めておめでとうみたいなの。あ、なるほど、うん、俺らその小学校の人たちを集めればいいんだ。そう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 、いいねそれ、うん、いいでしょ。それするそれする。 OKOK、 じゃあまず内容が決まりました。 OKOK、 じゃあ次場所だよ、場所。場所、うん、でやっぱり同級生が集まるんだから、うん、ある程度人が集まれてパーティーとかできる場所がいい。あ、ある程度人が集まってパーティーができる。あ、清潔機だ。バカだろ。お前清潔機か、朝式やるとこだぞお前。えぇ、ー、どうやって注文すんだお前。すいません、あのサプライズパーティーやりたいんですけど、言うな。どんな電話だお前、清潔機に対して。大体もう清潔機にお前来てくれって言われたら、え、誰か亡くなったのって誰か。誕生日会だって、分かってんだよ。楽しいやつ。お前だよ、分かってねえよ。場所が似つかしくて清潔機なんかダメに決まってんだろ。ダメなの。ダメだよ、じゃあもう
家でいい、家で。家？あ、なんか申し訳ない、ね。なんで俺んちなんだよ。知らねえよ、お前の同級生なんか、お前。なんで水知らずの奴のために俺が家提供しなきゃいけないんだよ。初めましてがサプライズだ。いや、初めましてが気まずいわ、お前。大体人、すげえ人見知りだからな、お前。お前、震えるぞ、俺、これ。大丈夫、あれだ、ダメに決まってんの、お前んちでやる、お前んちで。あ、俺んちでいいの？魚食べ放題だろ、お前んち。いや俺っちやっていいんだ、うん、じゃあ、まあ、場所も決まりました。決まった、場所も決まったから今度はまあここに呼び出すわけだよね、うん、呼び出してこう来るわけだ、うん、で来てからサプライズってやるまでの流れが大事だ。そこ心配なのよ。だろ、じゃあここ練習した方がいいな。オッケーオッケー。じゃあ俺はその友達役やってやる。友達役ね。友達役ね、うん、うわ和幸遅えな、まだかな。ピンポンピンポン。うわ NHK だ。 NHK じゃん。これ YouTube で流れるからなお前。うほほうほうほう、バカだろお前。なあ、一般家庭にゴリラなんか立ってねえよ。キリンキリン、女泣き方キリンの泣き方、そんな風の泣かねえよ。出てこい、俺早く。大丈夫か。大丈夫だ、 NHK じゃねえよ、出てこい、俺。お前さ、来週誕生日やろ。うん、そうだよ。だから、東仙台小学校のメンバー集めてんだよ。え、マジで。ああ、俺のためにそんなことしてるんだろ。そんぐらいさせてくれよ。なんだよ、俺めちゃくちゃ嬉しいよ。だってさ、全然会ってねえやつもいるからさ。みんな待ってっからよ。開けるぞ。ああ、じゃあ、おみんな、カフェに来てくれたぞ。おみんな、久しぶりだな。こちらは、うん、東仙台小学校、現1年3組の皆さんだよ。先週誕生日だったんだ。あ、先週誕生日だよね。じゃあさ、来週さ、サプライズパーティー開いていいかな。それ絶対言っちゃいけないんだよ。